ようにこちらです。これはわしの巻物、よくぞ見つけてくださった。盗まれた仏具は多数ある。荒々しい熊は主の猛虎兵を、クロードは寺の外へと入る。本尊の他にも猛虎がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。イオの分身が近くに潜んでいるのであろう。鼻をつく血の匂いが辺りに満ち満ちている。迷いはございませんが、クロードは地図に記された最後の地、ウムリの沼。クロードは神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道をたどる。猛虎兵が盗んできた仏像と仏具、そしてイオの税を守ろうと必死。最後の敵が倒れ、イオの企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたという。だがある者は言う、鬼は決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っている。